はい、皆さんおはようございます。鉄でございます。バイクをレストアしてるんですが、今日やるのはこちらでございます。チャンバーの錆取り。はい、ご覧の通り真っ赤錆のチャンバー。これだけ物が大きいと、このブラシとかね、スコッチブライトやペーパーで錆落としは大変なのでね、今回ねこちらの道具を使います。ベベン。カップブラシのサンダー、こちらね変速サンダー、スピードを変えられるサンダーを使います、はい、こっちのね通常のサンダーでもつくことはつくんですけども、はい、回転数がものすごく速くて、このカップブラシがわーっと広がる上にこれがいっぱい飛んで危ないので、はい、必ずカップブラシはこの変速サンダーを、こちらを使ってください。はい、いきます、はい、回転数まあこんなもんですね。ではいきます。サンダーね、これが結構ね湾曲した局面にも対応するので非常に使いやすいです。こんな感じで角ほどが落ちる落ちる、どんどん落ちてきます。おお、テカテカ。はい、というわけでこんな感じのサビがこんな感じに簡単に落ちます。危ない道具なんですけども、使い方守ればとても便利なので、もしよかったら練習して使ってみてください。